おっす、レイムだよ。マリサだぜ。今日もプロスピエースやっていくよ。今回のプロ野球ゆっくり情報のコーナー。ちゃんと野球の話しろよ。金曜日の試合は負けちゃったけど、昨日の試合、アルゼンチンに完勝でしたね。ちゃんと野球の話しろよ。そんなこと言われたら意地でもボケたくなる。反抗期真っただ中です。どうもレイムです。振りじゃねえよ。アルゼンチンとの試合、振り返ってみようか。野球の話しろって。結果は3対0で日本の圧勝だったわけだけど、いやー、あれでしたね。日本のシュートすごかったね。サッカー上手だよね。サッカーいけない口じゃねえか。無理しました。野球の話するぞ。最初からそうしろよ。開幕カード3連戦が終わったので、少し振り返ってみますか。3連勝したチームは、セリーグが阪神、パリーグはソフトバンクだ。ジャイアンツは2勝1分けでした。まだ3試合だが、やっぱり阪神は強そうだな。ソフトバンクも接戦をものにしての3連勝だ。相手にとって不足はないというところか。皆さんご存知の通り今シーズンは延長なし。同点で終盤に行けば勝ちパターンの投手をバンバン使っていけるからね。その優秀な投手たちからどうやって点をもぎ取るかが重要になってきそうだな。まさにソフトバンクはそのピッチャーを打ち崩しての3連勝だったな。足を使っての攻撃も有効になるはず。原さんはそういう意味で、増田、重信とダイソー要員を2人用意しているのだよ。なるほどな。あと原さんは多分重信のこと好きだね。そうなのか？まあバッティングで取った選手だからな。そっちにも期待してるんだろ。多分顔がタイプなんじゃないかな。怖いこと言うなよ。サッカー選手っぽい顔してるよね。フリーキックが上手そうだ。無理するな。無理しました。野球に戻るぞ。フラフラするなよな。野球とサッカーの間をフラフラしてしまった。まるで無回転キックのように。無理しました。ルーキーの活躍にも注目。阪神、佐藤選手がホームラン打ったね。早くもプロ入り第1号だぜ。広島栗林投手はこの3連戦のうち2試合登板。2試合無失点のプロ初セーブもマーク。去年苦労したポジションなだけに、その穴を埋める栗林投手の存在は大事だね。そして楽天の早川投手だ。開幕3戦目でプロ初登板初勝利をマーク。6回無失点の好投だ。三振も8個奪ってたしね。左で三振の取れるピッチャー好きです。さらなる活躍に期待。楽天で言えばマー君が残念だったな。軽傷みたいだけどね。だが問題はそこではないのだよ。というと？本来は開幕2戦目で登板予定だったんだ。そうだったな。マー君は自分自身もがっかりしている、とコメントしていたが、まだことの重大さを理解していないように見える。プロスピユーザーを代表してこれだけは言いたい。何を言う気だよ。変なこと言うなよ。活躍選手予想でどれだけの人がポイント損したと思ってるんだー。みんなを代表して心の声を叫んでみました。ダメだったかな。よくぞ言ってくれた。それじゃあプロスピやっていこう。まずは対決カーニバルお疲れ様でした。マリサに言われた通り、強敵にはエナジーを使ってやってたけど、その結果、いい感じに契約書も集まりました。パネルチャレンジは意外と美味しいだろ。なかなか美味でした。対決カーニバルで消費したエナジーは30エナジーだったけど、エナジーもそれくらいは返ってきたよ。対決カーニバルは多少エナジー使った方が良さそうだな。ランダムボックスの報酬もあるしな。残念ながら覚醒 A ランクの自チーム契約書は出ませんでした。新しく先発のポジション追加も来たことだし、チーム強化だ。契約書引いてくぞ。その前にご褒美タイム。悲しみの果てには一体何があるというのか。何言ってんのかよくわかりませんね。その答えは、302エナジー。私のボーリングのハイスコアと同じです。嘘つきがいます。まだ契約書は結構残ってますが、今回も半分くらいにしておこう。まずはルーキーの A ランク契約書から。ランダム契約書が2枚と自チーム契約書が4枚です。もちろん自チームは巨人の平内投手。できればランダムからも出てほしいところ。カモン、平内。これは自チーム分だろうな。怒涛の平内4連発ってことだね。4発目。さあ大事なのはこの後。カモン、平内。井上選手だ。ラストだ。よく出るなソフトバンク。ソフトバンク純正だったら結構いいとこまで行ってるな。リアルだけでなくゲームでも立ち向かってくるとは。工藤監督、食えない男よ。まあいいだろう。はじめましてだ平内くん。大きく育っていってくれよ。そしたら次は A ランク契約書行ってみよう。パネルチャレンジで手に入れた A ランク契約書だ。そしてこちらが自チーム A ランク契約書。自チーム契約書は1枚だけか。合計5枚だ。新しく追加された A ランク選手はウィーラーだったね。今出てる A ランク5人。正直誰が来ても嬉しいです。センスの塊、島内選手。ゴーゴーとゴー。開幕2戦目ナイスピッチングだったぞ。これで戸郷投手の A ランクは4枚目だ。極みリーチだ。エンジェルにエースの座を脅かされてるからな。ゴーゴーとゴーも負けず嫌いだってことか。そういう選手は好きだぞ。今度牛丼をおごってやる。もっといいもん食ってんだろ。極みになったら焼肉だぞ。安くて安心なお店を紹介してやる。あんあんだな。紹介制のお店だからな。楽しみにしとけよ。あんあんじゃなかった。なんとカルビが290円なんだぞ。あんあんじゃねえか。お母さんがタッチ世代、今井のたっちゃん。また適当なことを。ピンポンダッシュ世界大会3連覇中、荻野選手。お前はなんで足の速い選手をすぐピンポンダッシュさせたがるんだよ。ラストは、仙台の星、岸投手。前回も引いたね。巨人は自チーム確定からしか出なかったな。2021シリーズはここまで順調に来てるからね。まあ納得の A ランク5連でした。それでも戸郷投手を引けたのはでかいな。こっからは S ランク出してくよ。まずはゴールド契約書だ。期限2週間くらいあるのは残しておきたい気もするけど。区切りよく10連でいきましょうか。巨人で追加された選手は今村投手だぜ。今村も欲しいとこだね。まずは S ランク出さないと。出てこいや。しょぼいっすねー。ダメだこりゃ。なんと。アンダースローか。アンダー野郎な。間違えた。口の悪い野郎だ。松田投手に謝れこの野郎。申し訳ありません。青木の兄さん。この人はいつまで活躍するのだろうか。すごい選手だよね。ちゃんと謝れ。申し訳ありません。かー。ロッテの開幕投手、二木投手だ。演出は激サブだったのに A ランク3枚もゲットだ。確かにゴールド契約書10連で。ちゃんと謝れと言っている。申し訳ありません。よし、後半戦やってくぞ。なんか扱いがひどくないか？失礼なこと言うからだ。さあこっからは S ランク警報発令だ。S ランク確率 30% 契約書が1枚。それと 10% 契約書が2枚のおまけ付きだ。S ランク契約書は今回の大取りな。確率契約書は前回かなりの引きを見せた。ってことは今回はダメでしょうとか思っているあなた。今までの合計を考えたら前回の引きだけではまだまだ足りないと思っている私。そんなあなたと私のハーモニーが奏でる旋律。ほら来たー。何回にわからんこと言ってたな。2021シリーズ入ってから絶好調じゃねえか。絶好調男とは私のことだ。いや中畑さんだろ。あの人は絶好調野郎だ。1枚目ー。梅野投手だ。無念だ。そんな簡単に自チームは引けないぜ。まだ2枚ある。前回は 10% を引きまくったからな。今回も期待だ。グラシアル選手。またソフトバンクかよ。いい選手が集まってるのはもう分かったからさ。最後の1枚。分かったって言ってんだろう。見事な回収だな。それではラストを飾っていただきましょう。S ランク契約書の登場だ。巨人の選手が引けたら嬉しい。楽しい。大好きだ。引けなかったら。悲しい、虚しい、気持ちいいだ。変な人がいます。早く引けよ。言われなくてもそのつもりで。こいつも欲でやがるな。S ランク確定演出なんだ。出るに越したことはないぜ。ウィーラーか今ムーだったら神引きと言っていいでしょう。そしてこのシリーズ、私は乗っている。ということは？近藤選手、残念だったな。こんちゃんだったか。やはりノリに乗っているようだな。巨人純正じゃ使えないぜ。こんちゃんは超一流のバッターだからな。ウィーラーより当たりだ。だいぶ無理があるな。また次回の契約書開封に期待だ。それは相当新しいイベント来てたな。クイズスタジアムな。解説希望ぬ。これは解説も何もないぜ。なんだと。さては貴様一人だけ美味しい思いをするつもりだな。ちげえよ。試合をして挑戦ゲージを貯めて、クイズに答えてけばいいだけだ。注意する点は、挑戦ゲージは100を超えた状態で試合をしてもたまらないってことか。100を超えたらクイズに挑戦だ。試合ってのは V ロード、試練、チャレンジカップな。あと報酬だが。このデイリー報酬。1日10回分までもらえるからな。必ず10回はやるようにしよう。間に合わなそうだったらエナジー使って挑戦ゲージを貯めることだぜ。これでみんなも目指せクイズ王子だ。以上でクイズスタジアムの解説は終わりだ。ふふふ。みんな驚いているだろう。今回のプロスピ実況。契約書開封会と見せかけて。実はサクッと解説だったのだ。